Hi, you guys. Hi, Avengers. Hey, hey, Scarlet. Jumping on the call. Whoa. I think you mean assembling. Don, that's pretty good. No, they thought it was funny. Scarlet, it is our pleasure to come together and to get the vote out this election. Come on. I am sick of this motherfucking通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、とある選挙キャンペーンの話題になります。今回ですね、アベンジャーズのスターが一堂に会しまして、カマラ・ハリスを応援するというキャンペーンというのを展開しました。まあこの動画がですね、プクタも見ましたがびっくりしましたね。もうちょっとね、あまりにも寒いと言いますか、こうゾワゾワするようなもので、これがね大変不評を買っているというんですね。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで早速本題ですがね、こちら見えておりますマーク・ラファロですよ。現在ですね、アメリカでは選挙戦を控えまして、各陣営ですね、様々なキャンペーンというのを展開しています。そんな中ですね、今回カマラ・ハリスの選挙キャンペーンというのが大変話題になっております。これがですね、まあ、あまりいいものだったという評判ではなく、何なんだこれはと、まあ、特に映画ファンが失望しているという状態なんですね。で、これに関してはですね、こちらディスカッシングフィルムもね、報じているんですが、マーベルのアベンジャーズのスターたちが、クレンジング優先なキャンペーンを展開し、表彰される。ということで、早速ですが、こちらですね、クレンジング優先とあります。こちらが本日のキーワードになります。クレンジ。まずね、こちらクレンジになるんですが、こちらですね、非常に恥ずかしい思いをして、それを体の動きや表現で表す。ということで、このね、クレンジというのは、こう、引くとかね、恥ずかしい、寒い。そういった意味になるんですね。Induce。 そしてこちらがね、Induce になるんですが、これですね、何かを引き起こすことということで、このね、Induce というのは誘発するという意味になります。つまりこれがこの Cringe と合わさることで、このね、恥ずかしさを誘発させるというニュアンスになるんですね。これによりこのね、Cringe だけよりも何かを見ることで恥ずかしくなる、こういった意味合いが強くなりますので、何でしょう、こう共感性羞恥心みたいなね、こういったニュアンスというのが強くなるんですね。この表現はね、ネットでよく見かけるものとなっています。ということで、こちらはマーベルのアベンジャーズのスターたちが寒いキャンペーンを展開し表彰される。マーベルのアベンジャーズのスターたちが未来のハリス政権を支持するキャンペーン動画のために集まりました。ドン・チードル、マーク・ラファロ、スカーレット・ヨハンソン、ロバート・ダウニー・ジュニアなどのスターが出演するこの動画は、意図しない結果をもたらしたかもしれません。動画の中ではセレブたちが投票を促すことについて語ります。次にカマラ・ハリスのためにスローガンを作ります。脚本に沿ったやり取りの中で、まあ、もちろんあれ台本通りなんでね、まあ、故に一層寒かったりするわけですが、俳優たちは民主主義に賛成しますと叫び始め、背後には映画風の壮大な音楽が流れ始めます。しかしこの動画から生じる可能性のあるダメージは重大です。これは非常にメタ的なものとなっていて、この動画クリップがインターネット上で何年も再生され続ける可能性が高いです。まあそらそうなるでしょうね。もう完全にミームになるのは目に見えてますからね。まあ、アベンジャーズという作品について回ってしまうと、これはディズニーにとって非常に問題があるかもしれません。これがロバート・ダウニー・ジュニアの MCU へのドクター・ドゥームとしての復帰に対するディズニーの熱意を損ねる可能性があるということです。ということでね、まあ、ロバート・ダウニー・ジュニア MCU 復帰というね、ニュース皆さんもご存知かもしれませんが、それに水を差すんじゃないかと、まあ、このように言っているわけですね。ただこれに関してはどうだろう。今回の選挙戦というのはですね、あのボブ・アイガーの後任の CEO ですね、この選定にも影響を及ぼすと言われておりまして、もうね、トランプが勝ったら大変だと言って戦々恐々としているというニュース実際入ってきてるんですね。ですのでこれ、このカマラ・ハリスとこのキャストたちが無許可でやってるとはとても思えないので、普通にね、ディズニー公認だと思いますよ。まさにこれ自体がディズニーの思想なんだよね。実際これに対してディズニーが抗議するとか腹を立てているなんてことはないと思いますけどね。Kamala Harris needs a catchphrase. Ooh, yes, definitely a catchphrase. How about this? I'm just off the top of my head. I can do this all day. Shut up. I hate it. Okay. I mean, it's original, but... Oh, Kamala forever. That's better. Okay, how about I'm down with democracy? It's just clean, it's simple. Okay, I like that. It's hard to argue with that. Kamala Harris, down with democracy. Oh, yeah. I'm Kamala Harris, and I say down with democracy. I don't know if that sounds the way we want it to sound, though. I think we just need... Can we get some production, though? Jarvis! My name's not Jarvis, but whatever. Oh, yeah. Oh, yeah, that's right. Mm. Down with democracy. Down with democracy! Is that what we mean, though? Yeah, together we're gonna tear down democracy. Will you stop playing heroic music under yourselves?
I'm Kamala Harris, and I am down with democracy. Did I sound enough like her on that one? That was great. How many Golden Globes have you been nominated for? I'm just curious. Yes! All right, that was awesome. ここからね、この記事ではネットの反応を紹介しているんですが、ちょっとね、これを見る前にですよ。で、この件についてはですね、日本でも大変に話題になっておりまして、各メディアね、一斉に報じています。かなりね、取り扱いが多いんですね。で、日本人のね、皆さんの中には、ちょっとね、事情がよく分かってなくって、いや、これはね、仕事として割り切ってやってるんだよと。だからこれは仕方がないことなんだよと言ってる方いらっしゃったんですが、そんなことないですからね。まずね、こちら、ディスカッシングフィルムさん、これについてね、ポストしておりますが、アベンジャーズの面々が、カマラ・ハリス CG のキャンペーンを展開しているよと、まあ、このように言っているんですね。そしてね、ここ見てください。これですよ。これがね、引用になるんですね。これ以前も言いましたが、こういった形でね、プクタもよく動画の引用します。まあ中にはね、この動画をダウンロードして、自分の動画みたいにシェアしちゃう人もいるんですが、まあ基本的にはこういった形で、引用というのがね、掲載されていまして、これがですね、元の動画の投稿主になっておりまして、ここをね、飛ぶことができるんですね。そうするとこれがね、マーク・ラファロなんですよ。ハルクなんですよ。ね、皆さん、これ以前お伝えしましたね。マーク・ラファロというのは、もうね、生粋のお目覚め俳優として知られておりまして、まあ政治的な発言多いですよ。まあそこかしこでデモに参加し、スピーチをしという形で、まあ、たびたびね、名前が上がるんですね。これもともとね、これを投稿してるのはマーク・ラファロなんですよ。仕事だから渋々やってるなんてことはないんです、皆さんね。ここの文脈がね、とても大切ですよ。私たちは戻ってきました。でね、ここからですよ、皆さん。はい。アセンブル・フォー・デモクラシー。民主主義のために集まりましょうと。そして次です、ここね。エレクション・エンドゲームでは、皆さん、もうね、エンドゲームまで持ち出してます。民主主義のためにアセンブルしましょう。選挙のエンドゲームでは、投票が大切なんですと言ってるんです。そしてここですよ。ボートブルーですね。このブルーというのは、こちらですね。民主党のことを指しています。そして、共和党は赤いんですね。これ以前勉強しましたね。これ、ドムドムバーガーっぽいマーク。これが共和党なんですね。で、民主党を支持する州というのは、ブルーステートと呼ばれます。一方、こちらね、共和党を支持する州は、レッドステートと呼ばれまして、この民主党、共和党というのは、青と赤で表現されるんですね。レッドステートっていうね、もうめちゃくちゃ面白い映画あるんで、これまだ見てない方いましたら、ぜひご覧になってください。あれ、ホラーになるんですかね。まあ、かなり過激な映画になりますが、最高ですよ。つまり、選挙に行ってくださいという啓蒙活動ではなく、選挙に行って、青に投票してくださいね。民主党に投票してくださいね。まあ、こういったキャンペーンをしているというわけなんですね。そしてですね、まあ当然ね、コメントは閉じておりまして、自身でね、リプしておりますが、これですよ。この戦いを見逃さないでください。私たちが大きく負ける可能性はあります。プロジェクト2025、女性の生殖に関する権利。で、ちょっとね、これ YouTube 的にあんまり読めなくって、これ読むとね、変なウィキがついちゃうんですよね。気候が、あれしちゃう、あれですね。LGBTQIA+の権利。教育、学生ローンの救済、医療費負担適正化法、社会保障、そして命を救うワクチン。これは現実であり、あなたに影響を及ぼすものです。3人の友人を連れて行き、何があってもあなたはヒーローであることを忘れないでください。常に全力を尽くしてください。ということで、まあ、このメッセージ性というのはね、知ってる人にしてみたらいつも通りのマーク・ラファロなんですが、まあ、以前のね、コメントでは、マーク・ラファロがね、そういう人だったというのを知らなかったという方結構いまして、まあ、もしかしたらね、面食らってしまうかもしれませんが、まあ、これね、通常運転です。じゃあちょっとね、引用見ていきましょうか。コメント閉じても引用できるんでね。これは今までで最もひどい台本だ。恥ずかしさは別次元。ここね、クレンジがアナザーレベルだと言ってますね。これは最上級の恥ずかしさだ。MCU がこんなにひどいものだったなんて、もう見るのをやめてしまいそう。ここね、コメントを閉じやがってって言ってますね。まあ、たびたびミームに登場するドラゴンボールですね。でね、これ言ってる人めちゃくちゃ多かったんですね。サノスは正しかった。ね、もうアベンジャーズファンがみんなサノス正しかったんだねと言ってるというような状態ですね。私はサノスを理解し始めています。ラファロはマルチバースで最も退屈な人間だ。 MCU がうまくいかないのも無理はない。そしてこの下ね、トランプサノスいますね。まあこうなっちゃいますよね、構図的に。見るのが辛い。これは恥ずかしい。こちらね、サノスは正しかったと。アメリカはディストピアすぎて、大統領候補がトランプに対抗するためにアベンジャーズを呼んだ。彼らは映画の中で善人を演じているだけで、実生活では全員クズだ。ハリウッドはもう終わり。さようなら。有名人がかっこよくてミステリアスな存在だったことを思い出す。共和党のマーベルファン。でも本当ね、これは真理で、マーベルのファンの中にも共和党支持者はいるでしょう。いやだからこうやってね、作品を利用するっていうのは、そういうファンに対しての裏切りなんじゃないかなとプクタン思ってしまいますけどね。ハリウッドの立場が分かったようだ。これは恥ずかしい。クリス・エヴァンス、あなたはキャプテンアメリカです。キャプテンコミュニストではありません。とても悲しいです。
はい、ということで本日はですね、アベンジャーズのスターたちが一堂に会し、カマラ・ハリスの選挙キャンペーンを開催、映画ファンたちがうんざりしているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、皆さんいかがでしたか。まあ、プクター今回ね、これをカマラ・ハリスだからどうこうという気は全くないんですね。こうやってそのキャストたちがこの作品を利用してしまう、これがね本当に良くないと思いますね。まあ、今後ねこの動画というのは、先ほども言いましたが、アベンジャーズという映画について回りますし、こういうイメージついちゃうわけでしょ。で、結局ね、自身のイデオロギーのためにゲームを利用している活動家の開発者と何が違うんだっていう話になってしまいますから、実はねこれ今回が初めてじゃないんですけど、こういうのはねやめてもらいたいなと思ってしまいますよね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。